ジャニーズの新たな才能たちが、飛べ、で輝きを放つ。仕様、風魔、良介、ジャニーズブラザーの新たなはじめふ。ジャニーズ事務所を卒業した平野仕様が新たな扉を開いた飛べ合流から約1ヶ月半ば。これに先駆けて、仕様の兄妹である平野陸さんとの初のツーショット写真がインスタグラムに投稿され、注目を浴びています。しかし、 これだけではありません。セクシーゾーンへの菊池風魔の弟恩王さんや、キスマイフト2の藤ヶ谷多保の弟良介さんなど、ジャニーズブラザーたちも独自の道を切り開いています。本校では、戸ベを中心にした新たな動きと、ジャニーズブラザーたちの個々の活動に焦点を当ててみましょう。戸ベ合流からの平野仕様の躍進。ジャニーズ事務所を卒業した平野仕様は、 トベ合流後、ますますその存在感を増しています。7月7日、トベへの遺跡を発表した滝沢秀明氏と共に、新しいファンクラブやインスタグラムを開設し、SNS を活用した新たな姿勢を見せています。特に驚くべきは、かつては家族の顔出しを禁じられていたジャニーズ時代とは打って変わり、アニーモートでのツーショット写真が公開されたことです。 平野陸さんは、仕様と共に小中学生時代にダンスユニットを組み、動画サイトに投稿していたことがファンの間で公然の秘密となっていました。解散後、彼女はアパレルブランド RKS リキーの代表として活動する傍ら、アーキストリクーとしても成功を収めています。仕様がジャニーズ事務所に所属していた頃から、 兄弟関係がファンの間で噂されていました。実際に、かつて紫陽が RKS リキーのロゴ入り T シャツを着用している写真が公開され、ステルスマーケティングのような騒動もありましたが、ジャニーズ退場後に兄妹関係を公にすることができ、その清々しい姿勢が多くのファンを魅了しています。ジャニーズブラザーたちの新たなはじめ、 平野紫仕様の活躍だけでなく、他のジャニーズメンバーの兄弟たちも、ここに新たな一歩を踏み出しています。例えば、セクシーゾーンへの菊池風魔の弟である音王さんは、今年3月にプロボクサーとしてデビューしました。 ウエジンでは判定負けを期しましたが、7月28日に行われたボクシング東日本新人オーライト級の準々決勝戦で相手の麻酔イ,イトが怪我で危険したため、準決勝進出を果たしました。そして9月14日には古川光春との対戦が決まっています。恩納さんは高校生の頃、 父親であり、ミュージシャンの菊池久し俊,俊さんと一緒にメンズファッション誌、ヒーローズに登場し、モデルとしても活動していました。また、TikTok や YouTube に投稿していたことから、風魔ファンたちも彼に注目していました。なお、菊池久し俊,俊さんは J&T の名義で嵐のデビュー曲、A ロ C を作詞したことでも知られています。 さらに、キスマイフと2の藤フジガヤ・タホの弟である良介さんも独自の道を歩んでいます。彼はビート健康を目指すために開発したドリンクを中心に販売する会社、モリン・ゲイヤの代表を務めています。 元製薬会社医薬品の開発責任者と管理栄養士との協力によって開発された製品は、美容や健康に関心を持つ多くの人々から信頼を得ています。良介さんもまた、兄である藤ヶ谷太穂との容姿の類似性から、その美形ぶりが話題となっています。 これらのジャニーズブラザーたちは、それぞれ異なる分野で活躍する一方で、ジャニーズの影響を感じさせる要素も備えています。その存在が、両親にとっての自慢であることは間違いありません。飛べの新しい風、ジャニーズブラザーたちの可能性。 トベは、滝沢秀明氏を中心に、ジャニーズ事務所を離れたメンバーたちが新しい可能性を追求するために結成された企業です。これまでのメディア出演や SNS 活用を通じて、トベメンバーたちは独自の色を打ち出しています。特に平野紫耀の場合、ジャニーズ退場後に家族の顔を公にし、兄妹としての交流をファンと共有する姿勢は新鮮であり、 これが大きな話題となっています。ジャニーズブラザーたちも、それぞれの分野で個性を発揮し、成功を収めつつあります。恩納さんのプロボクサーとしての活躍や、凌介さんの健康ドリンク事業など、彼らはジャニーズの舞台裏から独立し、新たな冒険に挑戦しています。トベが提供する新しい環境が、 彼らのポテンシャルを最大限に引き出していることは明らかです。ジャニーズ事務所を卒業した平野紫耀を中心に、飛べメンバーたちが新しい扉を開き、その活動が多くの人々に注目されています。また、ジャニーズブラザーたちも個々に異なる分野で成功を収め、その可能性を広げています。 飛べの新しい風とジャニーズブラザーたちの躍進は今後ますます注目を集めそうです。これからも彼らの新たな挑戦に期待したい。彼ら